はい、ということで今代々木公園駅にいるんですけれどもですね、こちらスケルトイレですね、こう新しくできたトイレみたいなんですけど、これ透けているトイレってこう中身が見えちゃうじゃないかっていうふうに思うかもしれないですよね。これトイレなんですよ、これでもこう中に入って鍵を閉めると、外から見えなくなるっていう、まあ、そういう仕組みになってるみたいですね。じゃあちょっと試しに入ってみましょうか。男性中入るとこうなってますね。お、じゃあちょっと閉めてみますね。初めて。お、こうすると確かになんか外がぼんやりしてるみたいですね。だからこう外からだと何も見えないのかもしれないですね。ということで、代々木公園駅の透けているトイレでございました。すごい綺麗ですね。